今回は治療に結びつける動作分析の中から歩行時の逸脱運動とその原因についてご紹介したいと思います。で、まあ、今回ご紹介する歩行時の逸脱運動とその原因なんですけど、まあ、こちらの骨盤の挙上ですね、まあ、そちらについてご紹介したいと思います。で、まあ、この骨盤の挙上の逸脱運動なんですけど、まあ、原因としては、まあ、こちらですね、まあ、代表的なものとしてはこちらの、まあ、股関節と膝関節の屈曲の不足で、2つ目がドロップフットになります。まあ、これは共に誘脚期で現れる代償動作ということになります。まずは股関節と膝関節の屈曲不足による原因なんですけど、まあ、これはまあ前回のまあ体幹の側屈のところでもご紹介したんですけど、まあ、この誘脚期においてこの一歩の振り出しですね、まあ、それがこう小さくなってしまうということで、まあ、それを補うためにまあ骨盤を挙上させながら足を前に出そうとする、まあ、その代償動作ということになります。で、まあ、次にまあこちらのドロップフットなんですけど、まあ、こちらも誘脚期に現れる代償動作になるんですけど、まあ、このドロップフットというのは要するにまあ足関節をこう固定できずにまあ低屈してしまうと、まあ、要するに力が入らずにまあ足がこう下にだらんとしてしまうということで、まあ、この誘脚期の時にこう床とつま先ですね、まあ、それがこう当たってしまうということになります。で、まあ、この床とつま先が当たるのを防ぐために、まあ、こちらまあ骨盤をこう挙上させて持ち上げるような代償動作、これが生じてしまうということになります。で、まあ、このドロップフットの時にまあ追加としての代償動作としては、まあ、分回しするような歩行ですね、まあ、どうしてもつま先が床に当たらないように、まあ、外に広げて分回してみたり、まあ、あとはこの膝を屈曲させてこう高く持ち上げるようなことですね、まあ、そのような形の代償動作が加わることもあります。今回は骨盤の挙上についてご紹介しました。はい、今回は以上になります。